シルバーマイトを超える馬証券 A です。よろしくお願いします。どういうことですか？ジェルが甘いとって、あの整髪剤のジェルですか？そうです、そうです。もうジェルが本当につけ方甘いと先輩にジェル買ってこられてですね、これをつけてこい明日からってジェルを渡されるんですか？そうそう、あのドンキで安いこう、あ、大容量、大容量のやつ、私からこれつけてこい。あれが飲む所指定のジェルなんですね。そうです、ワックスだと怒られるんですよね。パキパキにしてセットしてこないと、はい、怒られると。そうです、ツヤがないと。いや面白いですね。ちょっとそのあたりのエピソードも後ほど伺っていきたいと思いますので、本日は野村証券の A さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速なんですけれども、年収の事情からお話を伺っていきたくてですね、1年目入社した時から1000万に行くまでの推移のところ、ちょっとどんな感じになってるのか伺ってもいいですか？初任給はそんなにでも高くないと思いますね。大体月25ぐらい。いや、まあ言っても高いですけどね。高いですけど、まあ、そっから毎年100万ずつ上がっていく感じです。毎年100万すげえずっと上がっていって、3年目に職種がちょっとランクアップするんですけど、まあ、そこで200万ぐらいバンって上がって、であとはもう営業成績が早ければ5年目6年目で1000万。おお、なるほど。毎年100上がるのはもうポンコツ社員でも100上がるんですか？100上がります。すごいっすね。上がります。3年目くらいから上がりづらくなるんですか？ボーナスに差が、優秀な営業マンと契約取りの営業マンで、すごい。どれくらいできちゃうんですか？150くらいですか。1年目月25でボーナスは出るんですか？1年目から出ないです。一応お小遣いで30万ぐらい。いや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 、それ普通にボーナスの他の企業だったらいつ振り込まれるの？5月です。早っ6月待たず5月に30万ボーナスっす。それ1年ごとに今100万上がっていって、3年目で役職がつくと200万一気に上がると。そうですね。はい、人は5、6年目で1000万。ちなみに役職っていうのは3年目でついた後は次の役職っていうのは何歳くらいでつくんですか？まあ、大体6年目、7年目で課長代理。課長になって次部長になるのは大体何歳何歳か？そこから実力主義で結構厳しい壁がありまして、早かったら33ぐらいでもう支店長。おお、最年少。30前半で支店長、すごいですね。年収だったら3000ぐらい。おお、夢あるな。バリバリ稼いで、もう上を目指したいっていう営業マンはもう間違いなく結果も伴えばお金も弾むと。そうです。なるほど。話聞いた感じ、激務そうなオーラがプンプンしてるんですけれども、労働時間ですね、朝出勤して夜退勤するの大体何時何時でアベレージ働いてました？朝は7時半出社ぐらい。ああ、やっぱり早いですね、金融だから。1年目だと7時ぐらい。あれ、何してるんですかその30分は？新聞読んでますね。一緒ですSMBC もそうだったんですよ。で、僕7時に寝坊して1回7時半に行っちゃったことあって、ぶち切られました。それで、お前新聞は？寝坊しい記事とかトピックあったらちょっとまとめ上げて報告するんだな。そうです、そうです。日経新聞の読み合わせっていうのが1年目ありまして、それで詰められるっていうのは恒例なんですけど最悪っすね。朝一で出勤してそれ読んできた、その結果詰められて朝始まるんですか？最悪の一日の始まりっすね。夜はじゃあ何時くらいまで？夜は結構健全で6時ぐらいにはもう帰っちゃいますね。野村証券が6時に退社できるんですか？できますね。ほら、最近残業にうるさい。それは世の中の流れに乗っ取ってちゃんと取り締まってるんですね。はい。あ、そうなんだ。意外でした。全然もう9時10時もう数字取れなかったら時計回っちゃうのかなみたいな思ってて。それがもう帰れと。じゃあもう働いてる感じすごいホワイトでのんびり働けたって感じですか？働いてる感じはそうですね、ホワイトな感じと思えるんですけど、なんか裏がありそうですちょっと業務中のなんかやばかったエピソードで聞いていいですか？時間はホワイトだけどってことですよね？そうですね、時間はすごいホワイトです。ただ限られた時間で数字をやらないといけないので、はいはいはい、数字ができないともう地獄が始まります。地獄ってどういう地獄なんですか？暴力的なこととかあったりするんですか？そうですね、まあ本当に1年目の頃だと数字さえできなければ、はい、指揮法が飛んできたりとか。え、本当にあるんですか？あります、あります。え、逸話とかそういう話だと思ってますよ。とんでもない課長がいたんで指揮法飛んでくる、頭は叩かれるわ、椅子は蹴られるわっていう。今までいろんなインタビューしてきて、怒号が飛び交うとかね、もう怒鳴られるって聞いたんですけど、なんかそれが可愛く見えてきますね。暴力がこっちは加わって。そうですね、まあ怒号は普通ですねまあまたなんか言ってんなくらいですよね、はい、もうなんかルーティンワークみたいになってますよ。時間だけ見たらホワイトかもしれないけど、まあ、精神的にはかなり来るお仕事ってことですよね。そうですね、メンタル的にちょっと病んじゃう仕事かな。数字がないともう人間としてほぼ見てもらえないみたいな。極端にそんな感じですか？そうですね、もう数字が人格っていうのが、もう社風なんで数字取れないやつは人権を失うと。そうです、なるほど。
あとあのオープニングでジェルが甘いと怒られた話ありましたけど、入社してすぐのタイミングとか、なんか出勤した時に怒られるってことですか？そうですね、1ヶ月最初研修がありまして、はいはい、ゴールデンウィーク明けぐらいにこう、支店に皆さんゾロゾロと行くんですけど、はい、まあ、その時ですね、一発目、髪型が甘いからっていうので個室に連れて行って、何だその髪型はって社会人としてはマナーが待ってないんですけど周りでいました？なんかその髪型怒られて。そうですね、まあ自分自身がどちらかとワックスで行っちゃう。別にいいじゃないですかね、普通なの思ってたんですけど、はい、それでもう一個片方のやつがもうすごいバリバリの体育会系で、あめちゃくちゃゼルでもう固め固め資産角刈りみたいながっつりやってたんで、はい、なんか比較対象でこれが怒られるっていう全然普通ですけどね、野村証券的な問題があったと。はい、野村マンとしてはちょっと NG。 野村マン社員全員同じ髪型してるんですか？基本みんな七三のジェル軍隊っすね。戦闘民族って言われてる資産角刈りの戦闘民族ですか？怖すぎる。はい、ここまでね、労働時間だったりお金事情聞いてきましたけど、やっぱり金融といったら飲み会事情が僕はめちゃくちゃ気になってて、実際どうでした？飲む賞の飲みは激しいんですか？そうですね、まあ週8飲み会おかしいよ。おかしい、おかしい。どういうことですか？上司がお酒が好きな人が多いので、後輩からは廃会ですから喜んでしか言えない会社です。廃会ですから一緒や喜んで実際今日もなんかさっき6時に終わる、やったホワイトやと思ってましたけど、もうその後ついてくるわけですね、飲み会がセットで。そうですね、業務です。飲み会中の様子はどうなんですか？もう1時間行った後2時間ももう当たり前なんですか？2時間当たり前、3時間当たり前、日超えて当たり前で、朝出社して普通で仕事ポケモンっすね。日々寝不足じゃないですか、もう。そうですね、もう8時間とか6時間睡眠ですらもう無理っすね、そんな。無理ですね、5時から日経新聞読むとか出てるんで二次会はカラオケとか行ってもどんちゃん騒ぎみたいなんですか？そうですね、もう上から下までひっくり返ってもどんちゃん騒ぎで、シャツが7やと足りない。え、どうですか？調子に乗った上司がもうシャツをやめてくるいや、てっきりお酒がちょっとこぼれちゃうとかだと思ったんですけど、破ってくるカラカレースーツっていうので買えることが多かったです。捕まりますよ、そんな街歩いてたら。これ、ノルマンだと。いや、おかしいおかしい。一三で角刈りで上半身裸でジャケット掘ってるのが野村マンですか？そうですねはい、本日はですね、野村証券の A さんにお越しいただいてね、お金事情、労働時間、もうヤバすぎる働き方の飲み会事情というところね、もう盛りだくさんすぎてちょっと1本目で聞ききれなかったので、ぜひちょっと2本目でもね、この辺りの働き方のエピソードを踏まえてお伺いしていきたいと思います。 A さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでこの動画が面白いと思った方はですね、チャンネル登録と高評価とコメント欄にメッセージをお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。